新玉ねぎを使ったお料理3品をご紹介します。私たちが普段食べている玉ねぎは収穫後乾燥させてから出荷されています。一方、新玉ねぎは乾燥させずすぐ出荷をされているので、果肉がとっても柔らか、辛みも少ないです。今日は大胆に丸ごと玉ねぎステーキを焼いて、残った部分はハンバーグのタネの中に入れていきます。そして大量の玉ねぎスライスから2品のお料理を作っていきます。まず玉ねぎ半玉分はサラダにしていきます。空気に触れると辛みが抜けるので、重ならないように置いて30分ほどさらし玉ねぎにしておきます。残り1玉分は炒めてから甘いポタージュにしていきます。新玉ねぎの癖のない甘さも、そして水に溶け出た栄養素もすべて楽しむことができるスープです。新玉を使ったハンバーグも作っていきます。通常の玉ねぎと比べてえぐみが少ないので、炒めずそのまま種の中に入れてもらって大丈夫。みずみずしくて柔らかいハンバーグになります。ここで今日の主役の玉ねぎステーキの登場。焼いてる途中に気づいたんですけれども、ちょっと玉ねぎが外れやすくって、でこれ用事で留めてます。半分ぐらい留めておくと形をきれいに保つことができます。ただこれめっちゃ熱くて、最初にやっておくことをおすすめします。ある場合は蒸し焼きにしてください。スープの玉ねぎも美味しそうになってきました。ここでとろみづけにビスケットを使っていきます。普段は薄力粉を使うのですが、ここではビスケットで代用。新玉とビスケットの旨味が楽しめるスープになります。玉ねぎの薄黄色の色素成分やツンとした匂いの元、これらの中に血液をサラサラにしてくれる成分がたくさん詰まっているとか。新玉ねぎと普通の玉ねぎで栄養はそんなに変わらないそうですが、こうやってスープにして丸ごと栄養を取ったり、サラダにすれば熱に弱い栄養素もしっかり取れて血管をしなやかにしてくれます。新玉といえばサラダ、甘くて癖のないシャキシャキ感がやみつきになります。今日はサラダというか和え物にして、一番大好きな味のマヨと即席ポン酢、そして鰹節でいただきます。ハンバーグも焼き上がりました。あとはフライパンの余分な油は拭いて、ハンバーグにかけるガリバタ醤油ソースを作って完成です。このソースは
玉ねぎステーキにもたっぷりかけて食べてください。